本日紹介するのはこちらです。スキャンスナップ IX500 ってやつです。スキャンスナップの中ではね、結構大きいやつ。若いなぁ。あ、というわけでどうもカズチャンネルのカズでございます。若くない？もうね、約6年前だね。確か2013年の1月ぐらいにこれ撮影したやつなんですよ。いやー、ほんで未だにございますよ。じゃ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 ーんと。いや、こちら私がね、人生初のスキャナーでございますね。それが IX500。 やっぱね、社会人になるとスキャナーって必要なもので、なんだかんだあったんですよ、そういうお仕事が。それでこれ買ってみたら大正解。めちゃめちゃ使いやすいんだよね。もうスキャナーと思えないような、もう可愛いフォルム。うん、でも6年ぐらい前のもんなんだけど、もうすでに完成形なのよ。6年前なのにめちゃめちゃ便利なのよ。これ以上はね、もうないだろうと。もう新機種ももうずっとないんですよ。うん、もう出ないんだろうなと思ってたらね、ありましたよ。というわけで本日はじゃ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 ーんと。はい、こちら、スキャンスナップの IX1500 でございます。まだ進化するとこあんの？まあ、というわけでこちら中身の方を確認していきましょう。6年空いたってなるとさ、声が膨らむよね。よっこいしょ、よっこいしょ、よっこいしょ。あ、なんか小さな説明書がついてて、ほんで、もも本体だわ。よいしょー、やばい、なんか超かわいいじゃん。なんか結構最近ね、白い机とかそういったところも多いからさ、これ圧迫感のなさはいいかもね。じゃ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 ーん、ほら、なんか端っこに置いてて、インテリア的にグー、インテリア的にまずグー。ほんでなんかちょっと丸みを帯びたデザインだったんだね。体感的に大きさがね、似たようなもんなんだけども、ちょっとデザインがね、柔らかくなった、丸っこくなったというかね。ほんでまだ他にも付属品がございまして、レシートガイド、 USB ケーブル、電源ケーブル、電源のアダプタ、以上でございます。いや、すっげーシンプルだな。そしてね、今回の一番のポイントはね、ここ開いて、おお、これ剥がさせていただきましょう。おお、出てきた、これですよ。これなんと、ここにモニターがつきました。お、めちゃめちゃ、わかる？これ、ぐーんとな、めっちゃ滑らかになってる。いいねー。前までのやつはね、これ、わかる？結構カクカクってなってて、結構これで引っかかることがね、あったんですけども、これもうどんな紙でもこれ引っかかりにくくなってるでしょ、これ。そして、ここがね、まあ、紙を入れるとこなんだけども、ここ自体も、あ、こうやってちょっと伸ばせるようになってて、多分ここで幅を変えるんだろうな。で、さらに、先ほど入ってたこれ、このガイドで、小さなね、ペラペラなレシートですらもセットしやすくしてると。ほな、ちょっとね、電源などつなげてね、セットアップの方行ってみたいなと思います。まずは電源つなげて、背面ここにピピッとあって、で、これが多分ね、あ、 USB の端子だ。お、おお、ついたついた。モニター見えるかな。えい、あ、なるほど、すぐにスキャンできるモードとかもあるんだ、これ。ほんで私の場合は、コンピューター、モバイルとありますけども、どちらも利用しますと。あ、ほんで、おー、 Wi-Fi がいいよ、これ Wi-Fi が楽ちんだね、これ。 Wi-Fi の今パスワード打つ、スマホ使わなくて もうパスワード打てるようになったから、しかもね、結構簡単もう終わった、えい、初期設定完了。ではね、ちょっといろいろね、遊んでみましょうか。では早速、ジュルルルルルッと。いや、実はね、今いろいろ試してたんだけど、すごく良くなってる。まあ、ちょっとしたスペックアップといたしましてはね、適当に A4 の紙を挟めて、ほんでスマホと連携してしまえばね、ここポチで。ほら。ほんで、これね、わかるかな、これ。微妙に速くなっております。なんと片面スキャンがね、1分30枚から25枚に速くなってる。そんで、もういいや。はい。いや、そんでさ、これ片付けると、まあ一度電源切れるんだけども、スリープモードが。ほんでこれ、立ち上げるときにね、めちゃめちゃ速くなってる。ほらほらほら、ウィーンよって。ほんで、もうそろそろ来るはずだよ。おー。これ、開けてすぐ使えるようになるっていうのもね、一つのポイントでございます。ただ今回はね、そうじゃなかった。そこ素晴らしいんだけど、本当に素晴らしいのが、やっぱりこのディスプレイ。今までスキャンの設定って、パソコンとかアプリの方からね、このカラーモードがどうとかをいじったりしてたんだけども、なんとこちらの方からね、ほら、これはカラー設定でしょう。ほんでレスポンスもいいんだよね。ほんで次はね、片面いくか両面いくか。ほんでこっちの方は
画質のことでございますね。まあこれってスマホとかさ、こっちはパソコンから設定してやればね、まあそんでいいんですよ。そんでいいんですけども、やっぱり面倒だったりするんだよね。本体だけでできるんだったらそれでいいじゃんって話ですよ。な、早速ねちょっとスキャンしてみようと思うんだけども、ほんで今回ね、ソフトウェアも一新されてて、スキャンスナップホームっていうのがめちゃ良くなってる。ちょっとやってみるか。こちら表面だけいこうかな。ほなこの状態でスキャンってやると入ってこい。ほでこのまんまね、こっちの方に実は転送されていきます。きた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 。ほんでこれいいなーと思ったのがさ、 OCR でしっかりめにねこれ読み込んでくれてんのよ、これ文字が。ほんでもちろんまあパソコン任せなので間違えることもあるんだけども、それはちょっとね、直したりしてあげることでこれ学習していくのよね。えらい。ほんでこのフォルダ名とかもいいよね。こんな感じでいいか。保証延長サービスみたいな。うん、こうするとまあいつ読み込んだ、ほんでまあ大体このタイトルで、ああれのことかって分かりやすい。でこうやってテキストデータとしてもう認識してるから、あ保証書どこだったってまあ見えてるけどさ、保証って検索すればほらほら ずらずらずらっと多分これに書かれてることだね。これスキャンデータがね、何十何百何千ってなった時に目的の書類をねパパパーっと探すことができるってのがグッドなポイント。他にもいろんなソフトとかの連携もできるんだけども、カズさんの場合ね、名刺はエバーノートの方にねまとめてるんですよ。そんで今プリセットちゃちゃちゃっと作ってみました。エバーノートの特定のフォルダっていうか、カズさんのスキャンした名刺を入れると、やってみるかな。このほぼ情報が載ってない事務所のカズさんの名刺を行ってみよう。エバーノートに入れるっていうねプリセット、幅をうにゃーんと狭めてあげて、さあでは行ってこい。えい、ちゃんと行くかな、うまく。初めてやるぞこれは。名刺をエバーノートに保存しました。 OK。 ていうかこれすごくない？これだけで完結するぞこれ。待てどうなってるどうなってる。カズさんのエバーノートでめっちゃできてるやん。もちろんちょっと待って、検索かけてみようかな。OCR もしっかり。では福井のカズさんで検索しています。えい、ほっ出てきた。めっちゃ読み込んでくれてるし、何よりね、うんめちゃめちゃ綺麗。これはいい。いや先日ちょっとした忘年会があってめっちゃ名刺もらったんだけども、ごめんちょっとこれガチ名刺だから、モザイクね。こうしてほんでスキャンすれば、はい、これでいいってこと。あスキャン終わった。ほんで今転送もいってる。ごめんモザイクだけどバッチリ。名刺管理もこれだけでいけるわ。では次は日常的にスキャンするこの前回のカズクラとかさ、よくお手紙とかいただくんですよ。冒頭のやつで使ってくださいみたいなね。ほんでこれはねカズさんが書いたやつこれカズさん書いたやつね、事例として。ほんでこれも今プリセット作っといた。これはドロップボックスのこの前回のカズクラというフォルダに入れるようにした。でカラーモードはカラーでいいし、ここら辺のプリセットも OK だね。では追加。おー更新されて前回のカズクラっていうプリセットが出来上がったぞ。するとできてる前回のカズクラっていうやつが、なこれちょっとこれ噛みすぎない？今までさパソコンとかさもういろいろ開いといたりとか、スマホ使わないといけなかったやつがなこれだけでいけんの？じゃあ前回のカズクラ読み込むよ。こうしてピッと、ほんとこれさえ電源つけてもうプリセットさえ作ってしまえばね、スキャン、あ、いけ、こんで OK ってこと？ウィーン音うまくできたかな。もうこれで自動的に僕の指定したクラウドのフォルダにねポンって送られるってわけ。保存しましたって出た。ほんならちょっとカズパッドで本当に保存されてるか見てみよう。できてる、ほら一応ねファインでやったけどいいね。いやいつもねお手紙もらったらこうやってね必ずスキャンしてるんですよ。いやめっちゃ楽になるこれそんじゃ個人事業主あるあるやるか。あどこじゃ、うわこれ領収書、まあ、どうしよう俺領収書お祈りやるじゃん俺。また明日バカ野郎だよもう。あスキャンだけやっとくかこれ。よいしょ、よっこいしょ。いやちょっとレシート用のマウントこれつけとくかな。あとは
よいしょ、あとまとめて、よいしょ、フリーに登録だな、これ会計ソフトの。ポチッとな。お、え、あ、終わった、9枚分領収書の整理完了やべやべやべ、チェックしてみる？データじゃあ真面目なカズさんの仕事部屋で。ごめん、全体的にモザイクだけどできてる。ちょっと一個見てみるか。やーべ、できてるじゃん。もう鑑定科目からメモタグまで完璧、タクシー代現金で払ってるし、金額もバチクソに OK。はい、とまあね、こんな感じだったんですけども、どうだったでしょう。すごい、これ。いや、今までもね、もうスマホとかパソコン使えばできたんですよ。できたんだけども、これ一つで完結はすごい。もうどんどんプリセットも作れるしさ、動作が軽快ですね。まあスキャンっていうものはね、まあ複合のプリンターとかでもできるんですよ。できるんですけども、あれはプリントもできてスキャンもできる。でもこっちは完全にスキャンだから、もう使い勝手がね、もう手と地ぐらい違う。ほんで今回は A4 サイズまでやったんだけども、 A3 サイズのでかいやつもさ、2つ折りにして2回ピッピッってスキャンするだけで読み込めるようになったりとか、なんか縦線の筋が出た時もね、あの自動で補正する機能とかもね、ついてきてるんですよ。いや、これ個人で使ってもいいんだけどさ、やっぱ会社とかにやっぱ1台は置いておきたいよね。まあ、今回みたいなクラウド機能がすごくいいからさ、あの個人事業主なんかほんと神は必要だと思います。だってレシートの読み込み機能がさっきのようにね、すごく良かったでしょ。自動で何でもポンポン出てきてさ、これ1個だけで全部できちゃうっていう。まあよくスキャナー使う方はね、あの前の機種の IX500 を持ってたとしてもね、あのなかなか価値のある一品だと思います。こちら詳細はね、概要欄の方にリンク貼り付けておきますので、もしよかったら見てみてください。以上、スキャンスランプ IX1500 のご紹介でございました。